続いては海を身近に感じて楽しく学ぶ海と日本プロジェクトのコーナーです。今回はですね、宇和島から美味しいタイの話題です。小野塚真奈美アナウンサーが行ってきました。瀬戸内海と宇和海、2つの海に面した愛媛県は長い海岸線を持ち、古くから全国屈指の水産県として栄えてきました。取る漁業から育てる漁業へ、愛媛県はすごいんです。その代表格が国内シェア 50% を誇る養殖マダイ。水産王国愛媛のシンボルですよね。もう美味しいですよね。しかし今年、新型コロナウイルスの影響で養殖鯛の流通が減少。そんな中、一人の女性が立ち上がりました。こんにちは。こんにちは。松島さんですか？はい、そうです。宇和島を中心に飲食業ネット通販を展開する株式会社コバヤの松島さん、マダイの窮地を救うため発案したのが、なんだろう、タイ食べようボックスっていうボックスを作っているんですけども、いろんな商品を一つのボックスにまとめて商品を作っております。宇和島で育ったマダイの美味しさがギュギュッと詰まったこちらのボックス、中身はというと、タイの身をふんだんに使ったカレーにタイ飯、さらに台所に立つ主婦の味方ドレッシングに、お味噌にお出汁など楽しみ方もいろいろ。ドレッシングまで、ね、気になります ね、これどんな味なんだろう。そしてこのタイボックスのすごいところがもう一つあるんです。宇和島を元気にしたいと声を上げた松島さんに賛同した地元の水産関連企業7社の協力を得てできたものなんです。なるほど、協力して。そのうちの一つ、三浦半島菰淵地区にある企業を訪ねました。こんにちは。こんにちは。コモネット代表の高木さんです。よろしくお願いします。見せていただいてもいいですか？どうぞ。早速マダイの養殖生けすへ。今回は特別にタイの餌やりを体験させていただきました。餌やり、まずは高木さんのお手本を見てみましょう。こういう風に、すごい、投げてもらえる。あんなに広範囲に、ね、なかなか難しいんです。この食べてる食べてる、広がるのはなかなか難しいんです。放射状に綺麗に行き渡らないと。稚魚用の餌だからちょっと小粒で、ね、そうですね、あの一口ちゃんと口に入らなくちゃいけないので。できますかね、みんな食べてね。ちょっと偏ったかな。ちょっと焦る小野塚アナウンサー。少し手を上手いよ。美味しいタイを育てるために高木さんは努力を惜しみません。雨の日も風の日も猛暑の日も海に立ち餌をやり、マダイの体調管理に神経を注ぎます。体調管理もしっかりされてるんですね。もう息がいいからなかなか。うわー、すごい元気。すごい、こんなに元気。すごい、一瞬で、大きいですね。いつもこのようにされてるんですか？そうですね、この後ね、氷水に入れて締めて、はい、でその後ですぐ、さばいていく。だいたい1時間以内には切り身になってますよね。はい、早い。1時間。宇和島の美しい海で育った養殖マダイ、その美味しさを詰め込んだタイ食べようボックス A セットの他に、冷凍の B セットも、レンジで簡単手間いらずの商品ばかりです。小野塚アナは洋風アクアパッツァタイ飯を試食させていただいたようですよ。ご飯にタイの出汁がすごく染み渡っていて、
洋風アクアパッツァということで、はい、ガーリックが効いていて、はい、これは食欲がねどんどん湧いてきますね、はい、ふるさとを元気にしたい、その思いから始まったタイ食べようボックス。注文はインターネットから。 A セットと B セットの食べ比べもおすすめですよ。この自然の中ですごく綺麗な海の中で育った養殖のタイ、今この状況なんですけども、本当に大切に育てているタイを皆さんのところに届けていきたい、そして食べていただきたいなと思っております。海と日本。動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。